2017年9月、ロシアに近い黒海の海底でエイリアンが見つかった。とは言っても、これは正真正銘の地球外生命体ではない。リドリー・スコット監督の映画、エイリアンに登場する人気キャラクターへのオマージュであり、廃車の部品を利用してイギリスのアーティストが制作。H.R. ギーガーならではのデザインが忠実に再現されている。設置した目的は、観光客にダイビングを楽しんでもらい、ついでにエイリアンと記念写真を撮ってもらうためだという。今のところこの作戦は客寄せとして成功しているようだ。ダイビングスポットのオーナーは現在オブジェの数を増やしたいと考えており、彼らはこの地域に海中観光施設を作りたいようだ。その施設に何を加えるかは明かしていないが、他の人気映画のキャラクターも並ぶかもしれない。約100年前の1月、ニュージーランドの南島で歴史ある列車が川に投棄されたが、2020年1月、当時の機関車の残骸がようやく陸に戻された。この V クラス蒸気機関車は1927年に老朽化に伴い川に捨てられた。当時でもこの決定は物議を醸し、その後に何度も引き上げが試みられた。この列車は国内で唯一完全な形で残っている機種であったため、高く評価されていたからである。20世紀初頭のニュージーランドではこの機関車は旅客と貨物両用として日常的に使用されていたが、新型に取って代わられ廃車にされたり別の用途で使われるようになり、この機関車は洪水対策として使われたようだ。100年以上も河川敷の泥に埋まっていたが、吊り上げられた列車は普通に車輪が動くほど状態が良かった。ワイン好き向けのツアーは多いが、ここは他に類を見ない。クロアチアにあるマリストン湾の水深20メートルになんと世界初の水中ワイナリーがある。ドレースの村近くで沈んだ難破船のそばに作られ、2011年からアドリア海の底で営業している。また世界で唯一アンフォラのワイン販売免許を取得しているワイナリーでもある。アンフォラは古代ギリシャの壺で、古代ローマなどではこのようにしてワインを貯蔵販売していた。オーナーは彼らが美味しく飲んでいたのであれば現代でも十分飲めるはずと販売を決断。ワイン専門家によれば、この方法で熟成させることで他にはない独特の風味が得られるとのこと。2年間水中で熟成させた後、陸に上げて販売する。商売として成功しているのだから、本当に美味しいのかもしれない。 Google Earth の登場以来、数々の奇妙な物体が見つかっている。北米では謎の円形構造物がいくつか確認されており、その一つがノースカロライナ州の沖合にある。海の中に複数の円があり、人工的に作られたように見える。もう一つはフロリダの沖合に位置し、この海底サークルはほぼ完全な円である。三つ目はメキシコのユカタン半島の沖合にあり、フロリダのものとよく似ている。世界各地に古代に作られた円形の絵や構造物が存在するが、どれも陸上にある。海底サークルも古代の文明に作られた可能性があると研究者は指摘する。当初は古墳ではないかと推測されたが、調査は行われておらず、今のところ詳細は不明である。2013年、日本から約1600キロ離れた太平洋の海底にタム山海という巨大火山のような地形が見つかった。もし単一の火山であれば世界最大である。面積は26万平方キロ以上と推定され、ニューメキシコ州やブリテン諸島の大きさに相当する。比べて地上で2番目に大きいマウナロア火山はわずか2000平方キロの面積しかなく、火星にあるオリンポス火山より広いと考えられ、太陽系最大の火山かもしれないと報告された。山頂は水深約2000メートル、麓は約
6.4 千キロの深さにあるこの山は玄武岩でできており、太平洋の海洋大地であるシャツキー海大の最高地点であることが判明。シャツキー海大は約1億4500万年前、ジュラ紀から白亜紀にかけて形成された。20年以上この海大と周辺を調査してきた学者によれば、山の斜面は非常に緩やかで、頂上付近の角度はわずか 0.5 度から1度以下である。もしこの山に上から下ろされても、どっちに向かえば山頂なのかわからないほどの角度である。だがその後再び調査したところ、どうやら単一の火山ではないことが分かってきた。実際は火山ではなく、海の地殻が次々と折り重なってできた巨大な地形であると発表された。今のところ明確には説明されていないが、単一の火山よりも奇妙な構造物であり、世界最大の火山ではなくとも驚くべき地形だと研究者も混乱した様子であった。古代の天体観測機であるアストロラーベは、天体の動きを追跡するだけでなく航海にも使われた。2021年10月、その複雑な装置の一つがスペイン北西部のビベイロ河口から回収された。難破船の中から世界で108番目のアストロラーベが見つかり、1575年から1622年の間に作られたものだという。船は1597年にこの地域で沈没したとされるガレオン船サン・バルトロメ号かもしれない。考古学者によると、この遺物の状態の良さはトップ10に入るという。これを使い、日中は円形の台座の棒を太陽に、夜間は基地の星に合わせて船の位置を計算することができた。このアストロラーベは所有者用に手作りされた高精度のもので、当時の航海術の高さが伺える。十数年前、ある探検隊がキューバの西海岸沖で調査中、突然ソナーが水深650メートルにある奇妙なものを検知。当初は海底の荒れた地形に思えたが、よく調べると左右対称に配置された石造物であった。当然この発見を受けて、失われた都市アトランティスがキューバで発見されたという見出しで報じられ、政府や有名科学誌、国立博物館の関心を集め、ソナー画像の調査が約束されたが、結局10年以上経っても進展はなく、調査もされていない。当時の報道では、カナダの海洋技術者が経営するデジタル機器会社がキューバ政府と共同でキューバ沖の調査に取り組んでいた。最大の狙いはスペイン植民地時代の財宝を積んだ難破船の発見であったが、この領域をスキャンしていると謎の構造物が見つかった。いくつかは滑らかな岩が使われ、ピラミッド型に形成されているように見える。またほぼ完全な円形もあった。数ヶ月後、正確に調査し記録するため適切な装置が用意され、キューバの地質学者とともに再びこの場所を訪れた。花崗岩のような大きな岩は3メートルほどあり、これを地質学的に説明するのは難しく、このような構造物がここまで沈むには5万年はかかるだろうと学者も困惑する。つまり5万年前にこのような複雑なものを作る工学的な知識を持つ文化は存在しないという。一時メディアを騒がせた後、この話はすぐに忘れ去られ、研究もされずに放置されたままである。だがこの発見に関する情報が隠蔽されたという意見もある。手がかりが途絶えてしまった理由は不明だが、何か見つけてはいけないものを見つけてしまったのかもしれない。人類は広範囲で生態系に影響を及ぼしており、近年マリアナ海溝の底でもその証拠が見つかった。2019年、元海軍大佐のビクターさんら2人は潜水艇に乗り、マリアナ海溝で水深1万1000メートルまで潜水。タイタニックで有名な映画監督ジェームズ・キャメロンが2012年に打ち立てた記録を上回るものであったが、
人類が深海まで深刻な影響を与えていることも明らかとなった。彼らは最深部で探脚類と呼ばれるエビのような新種の甲殻類4種を目撃したと同時に、ビニール袋や包装紙が見つかった。ビクターさんは、極端なことをするのは男の自然な性であり、限界まで自分を追い込みたいと思うことは人間が備える立派な性質だよ。おかげで我々は種として今の地位を築くことができたのだと思うと、探検の意義を語る。深海ではエビに似た甲殻類だけでなく、水深7、8000メートルあたりでユムシと呼ばれる生物や深海草魚を目撃したという。世界初のチタン製二人乗り潜水艇でここまで深く潜ることができた彼らは、深海の生物がプラスチックに集まってくるのか調査したいという。プラゴミがどのように世界一の深海に到達したのかは不明だが、世界の海は急速に巨大なゴミ捨て場となりつつある。これまで潜水調査は何度も行われているが、まだ海の約 5% しか確認されておらず、この問題に迅速に取り組むためにも新たな深海調査法の開発が迫られている。